初めて回転寿司に行った時にお茶の飲み方がわからず、ただただ熱湯を飲んでいたあまりにもバカすぎるゆっくり霊夢です。このお茶全然味しねえな。とずっと思ってたんですから愚かですぜ。寿司では中トロが一番好きな王道以外愛せないゆっくり悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは乱世の勧誘と呼ばれた曹操の父親、曹操よ。息子が偉大すぎて存在が薄くなりがちな男ね。息子の名前がネームバリューがありすぎて刀剣の事件以外で特に名前が上がることもありませんからね。我々も有名人の父親が誰かなんてあまり気にならないですし。さて改めて紹介する男は曹操、あざなお虚構宦官の義理の息子よ。義理の父親と一緒でものすごく性格がいい。ともっぱら評判だったと歴史書に書かれている男。彼は一体どういった人物なんですか？曹操は宦官である曹操の義理の息子で曹操の父親でありながら出自が明確に分かっていない男なのよね。一応曹操は元は河口市出身の人物で河口屯の叔父にあたる人物だ、と書かれている書物もあるにはあるんだけども。じゃあまずは曹操を紹介する前に軽く彼の義理の父親である宦官の曹操を紹介していくわね。曹操は宦官としては隠して大使に宮仕えし、彼はその純粋な性格が幸いしたのか大使からとても好かれた人物だったみたいね。曹操は大使の側近の中でも食べるものや褒美がとんでもなかったみたい。なもんで仕えていた大使が無事に125年に皇帝に即位して順帝となると、曹操は、昇降門に任命され、後に中将寺、大長州とだんだん出世してすぐに宦官の中で一番偉くなったみたい。宦官はいわば使用人みたいなもんです。なので本来は宦官が権力を持つなんてことがあってはいけないんですが、何分彼らは一番皇帝に近づける存在なだけに皇帝をある程度コントロールすることができるんですよね。まあでも曹操は正義の宦官として宮中にいることなんと30数年、一度も過失を犯すことなく4人の皇帝に仕え、あまたの賢人を朝廷に推挙し続けたもんで誰も彼を誹謗中傷することができなかった。曹操がひとたび推挙した人の多くは大臣にまで上り詰める者も数多くいたんだけど、曹操は推挙した者に、恩を求めるような態度を一切取らなかったのよ。しかし、ある時、職軍大使が側近を曹操の元に派遣して彼に賄賂を渡した際、越州市の中高という人は偶然にも曹操が賄賂をもらっていたであろう証拠である文書を手に入れたの。なもんで中高は朝廷の臣下が皇帝に無断で外部と連絡を取っていた罪で曹操を罰し、彼を罷免するべきだ、と上奏したものの、これに当時の皇帝は、この賄賂の手紙は外部から来た手紙であり、これが必ずしも曹操が賄賂をもらっていた証拠にはならない、とかいうなぞ理論を言い出して曹操は無罪になったの。まあ、あれですか。外部の者が一方的に曹操に送ってきた手紙だと皇帝は主張したわけですか。でもこれって曹操の身辺調査をすればすぐに真実がわかりそうなもんですけどね。後に曹操は自分の不正を臆せずに中央に申し出た中高を立派だと言い続けたみたいね。元来、宦官ってのは権力を持ってはいけないけど、皇帝は彼らに権力を与えてしまうケースが多々あるわ。でもそれは宦官は子供が作れないので権力を与えてもそれを告げる者がおらず、宦官の権力は所詮一代限りだから、でもまあ曹操は違った。彼は他の凡な宦官とは違い30年以上も朝廷に仕え、他の宦官に比べて皇帝からもめっちゃ信頼されている。なもんで曹操は曹操を養子として迎え入れてその地位を義理の息子に継がせることを許されていたようね。なもんで曹操が病死すると曹操がその権力や財産を受け、継いだのよ。それに加えて過去に曹操を弾劾した中高はこの後に使徒に任命されたんだけど彼は、私がこの地位にあるのは曹上寺が私のことを褒めたたえてくれたからだ、と使徒に語ってその恩を忘れなかったみたい。曹操には権力に加えて父親が残した人脈ってのも強く残っているわね。多くの人材を推挙してましたからね。今回の主役である曹操は義理の父親に似てつつましい性格と強い忠誠心を持っている人物だったみたい。そして最初は司令行為に任命されて、
五冠の霊帝の時代には大師脳、大航路といった大臣職を歴任していったようね。義理の父親は皇帝の側近として権力は持っていたものの、宦官ゆえに官職に就くことはできませんでしたが、総数は宦官ではありません。ゆえに義理の父親が残してくれた権力を大いに利用して官職に就くことができますぜ。時に霊帝の時代には飢饉や戦いのせいで朝廷にお金がなかったのか、売官というシステムを開発してお金を作り出そうとしていた。この売官ってのは名の通り金持ちたちに官職を高値で売るシステムのことね。ただ、この売官ってのは民は愚か知識人からも相当忌み嫌われていたようで、北方で大きな名声を持っていて過去には大臣にも任命されていた祭列という男は、500万銭で使徒の官職を買って使徒になって今まで苦労していたであろう名声を失ったの。さて、ここで悟りくんに質問です。なんで売官は民に嫌われたのでしょうか？売官で官職を売れば朝廷は金持ちからお金を回収できて、その回収できたお金を民のために使えるのでいいことずくめしかないように見えるんですが、そういう簡単な話ではないんでしょうね。まあ話は単純で、金持ちが高値を払って官職を買うのは官職にそれだけの価値があるからよ。つまり、高値で大衆の位を買ったとしましょう。当然、大衆の位を買った人はその投資した資金を回収するために民に高い税金を課す。その結果、民の生活は苦しんで朝廷は民を救済するために再度売官に手を出す。こうした結果、徐々にではあるものの民の生活はより苦しくなるって寸法よ。こうならないようにするためには清廉潔白な人物が売官によって官職を手にするのが一番なんだけど、そもそもそんな人物は売官に手を出さないしね。これは破滅の政策ってわけよ。売官に手を出した人物は投資した資金を回収するために動き、その結果国が疲弊するってわけですか。そんな情勢の中で総数の出した資金はヤバすぎた。総数は宦官に個人的に賄賂を送って、それでいて朝廷には別で1億千もの大金を献上していたの。これによって総数は187年の11月に三公の一つである大尉の位に就くことができたみたい。こんな莫大な資金を投じて総数は大尉になったんだけど、彼はわずか半年ほどの188年の4月に大尉の位を罷免されているのよね。せっかく大金を投じたってのに。果たしてこの半年ほどの大尉に1億千もの価値があったのか。その後、天下は大いに荒れて天子を我が物にして世を生み出す董卓を討つために多くの英傑が立ち上がった。その中には総数の息子の曹操の姿もあったわ。でも曹操はこの息子の挙兵に賛同することはなく、息子に対して積極的に援助せずに混乱を避けるために子供を連れて牢屋に避難をしに行った、ようね。このせいで曹操は挙兵をした後でお金や兵士の調達にかなり苦労したようで、身内や自分を慕ってくれる人に積極的に援助をもらってどうにかこうにかやりくりしていたみたい。むむむ。曹操はお金はかなり持っているはずなんですが、この息子の挙兵が無意に終わる可能性が高いと読んでいたのかな。その後、曹操はある一定の成功を収めて演習を支配することに成功したので自分の父親を大山軍まで迎えに行ったものの、その時には刀剣の部下によって曹操及び、その一族たちはことごとく殺害されていたみたい。ちなみに刀剣が曹操を殺害したのは曹操を恨んでいたので故意にやった説と、刀剣は、曹操を保護するつもりだったんだけど彼の部下がお金に目がくらんで殺害してしまった説の二通りあるのよね。まあどちらにしても刀剣が曹操を間接的に殺害してしまったことには間違いないので曹操はこれを恨み、徐州に兵士を派遣することになるのはまた別の話。曹操は義理の父親も実の息子も立派な人物だと言われてますが、当の本人は売官に手を出したり息子の挙兵に積極的に協力しないなど微妙な人物でした。さて、いかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。義理の父親には宦官、実の息子は乱世の勧誘とすごい人物たちに板挟みにされていた男でした。
それじゃあ今回はここら辺で。まったねー。